皆さん、こんにちは。今回は、10万キロを軽く超えている超過走行な、このコマジェの修理です。少し前から、フロントブレーキのストップランプが点灯してなかったようです。今、ブレーキレバー握っていますが、点灯しません。続いて、リアブレーキを握ってみます。こっちは点灯するので、バルブの玉切れではありません。多分ブレーキスイッチが壊れてますね。前は、つきっぱなしになったことがありました。よくわからないけど、とりあえずレバー外してみよう。めっちゃ汚いですね。続いて、ブレーキスイッチばらします。ここは、後で分かったことですが、変なところから外して失敗でしたね。本当は、スイッチ全体を外せばよかったんだけど、変なところで分解しちゃった。でも、なんとか、分解できました。丸いピンが固着してました。これがスライドして、オン、オフ、するんですが入り込んで固着してました。抜くにも抜けない状態です。その前にレバーの汚れが気になったので、これを先にきれいにします。パーツクリーナーで洗浄してから、ピカールで磨きます。それなりに、綺麗になりました。固着しているピンを抜きましょう。もう一つ筒があるので、それも分解します。中には、バネが入ってます。これなくさないように注意ですよ。スイッチをばらしたところで、それぞれをきれいにします。接点のところはペーパーで磨きます。
スライドするようになりました。こっちの接点もちゃちゃっと磨いておきます。そして、元通りに復元していきます。ピンがちゃんと出入りすることを確認。無事に点灯するようになりました。今回の修理費は、タダでした。ブレーキスイッチの外し方ですが、スイッチの下から細いドライバーを差しながら、スイッチを引き抜けば簡単に外れます。この状態から分解した方が簡単でしたね。高いものでもないので新品に交換してもよかったけど、とりあえず直せたのでよかったです。できれば、このコマジェで20万キロとか走ってみたいですね。今回も、最後までご視聴ありがとうございました。